はい、皆さんこんばんは、人生時の柿原です。いつも、インスタグラム、フェイスブックご覧くださいましてありがとうございます。ちょっと今日はこう商品が展示室、今ちょっとのいろいろと商品の移動とかがあって服がない状態でかなりこう声が響いちゃってると思うんですけども、ちょっと今日も突然なんですけれども、ライブ配信で商品ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。でですね、今日は、G0 ですね、G0 の、春夏の新作が入荷してまいりましたので、そちらを、ちょっと緊急に、緊急配信ということで、詳細をご説明させていただこうと思っております。このまあ G0 というのがこの2021年去年の秋冬にデビューしましたニットジャージですね。ニットジャージを使ったこのセットアップをまあシリーズ化してですね、去年の秋冬から販売させていただいてるんですけども、これがもうかなりご好評をいただいてまして、まあどういうんですか、今のこの世の中のそのライフスタイルに非常に合ってるということで、まあニットなんですけれども、こういうラペルのが非常に綺麗な形状をしてて、で素材が非常に心地よい素材で、ウォッシャブルも可能でですね、で家でも全然着ていただけるという、なのでテレワークとかね、そういったところでも、テレワークウェアとしても活用いただけると、オンオフ兼用で使っていただけるような、そういうセットアップのシリーズなんですけれども、この冬にかなり、そちらの方好評いただきまして、その春夏バージョンですねが、今回またリリースとなりましたので、そちらをご紹介をさせていただきたいと思います。ちょっと前回ですね、展示会、ウェブ展示会っていうことでこの春夏の商品を一堂に会してご紹介した時があったんですけども、その時もね、ちらっとご紹介をさせてもらったんですけれども、ちょっと今日は、もう少し掘り下げてですね、まあ、生地であったり、デザインであったり、そういったところも、ありがとうございます。ちょっと、皆さんにご紹介をさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。はい。ではですね、早速、始めたいと思います。この春夏の G0 というのがですね、まず生地、2種類の生地やってまして、一つがこういうカノコ編みニットジャージですね、の、生地と、それからもう一つがこちらの、総張り編みのジャージ生地ですね、ニットジャージの生地ですね。この2種類やってます。で、一つずつちょっとご紹介させていただきますけれども、まずこちらの、カノコ編みジャージですね、こちらの方なんですけれども、これが、この秋冬にやってた G0 の、まあ、後継というか、その、まあ、春夏バージョンで、生地を変えてさせてもらっている商品になってます。で、こちらの方が、生地の特徴がこれちょっと今日は生地にかなり寄って、ご紹介しますけども、こういう形で表面が、カノコ編みのジャージ、ニットジャージの生地になってます。で、これすごいね、軽くて、で、これかなり、表面がさらりとしてます。で、これ伸びますので、この伸ばすときいつも苦労するんですけど、こんな感じでしっかりと伸縮する、ニットジャージの生地ですので、で、表面がこういう形で凹凸感がね、すごいありますので、まあ、この辺が、やっぱり夏場とか、こう、素肌に、袖の部分とかね、着ると、ちょっと肌にこう、張り付いてね、心地よくなかったりすることがあると思うんですけども、これは表面にこういう凹凸感があるので、汗でこう、へばれついたりとかね、こう、肌に接地する面積が、軽減されますので、非常にさらっと着ていただけるような、そういう生地になってます。で、生地自体もすごく軽くて薄いので、結構ね、長い間着ていただける感じです。で、デザイン的なところで言いますと、まあこの辺の
もうラベルの部分ですね。この辺はフィッシュマウスっぽいラベルをこうやってまして、で、立ち切り仕立てですね。まあ、この辺はもう G0 の、おなじみのデザインですけれども、非常にニットなんですけれども、こういう、どうですかね。きちんと感がこうちゃんと出る、そういう面持ちになってます。で、この辺もちょっと前回の G0 と同じなんですけれども、こちらの前のこの裾の部分ですね、こうスラントカットになってたりとか、パッチポケットで、こういうちょっとスクエア型になってたりとか。で、袖とかはもうシンプルにこういう立ち切り仕立ての袖になってますね。で、パンツの方が、これがちょっとね、今回この G0 シリーズで、前回の秋冬で、すごくどうですかね、ご要望をいただいた部分が、このベルトループです。ベルトループが、前回ついてなかったので、で、やっぱりオンでね、ビジネスのシーンでやっぱりこういうセットアップってやっぱり着たいっていう方がたくさんいらっしゃいましたので、で、もう今回は、こういう形でベルトループをつけました。ベルトループをつけて、まあベルトをしていただいて、まあ、後でもご紹介しますけど、こういう形でね、ビジネスでね、シャツを合わせていただいて、ベルトをしていただいて、活用いただける、そういう仕様にしてます。で、もちろん、ドローコードもこういう形でついてますので、ドローコードをこう表から出して、リラックスして、こう履いていただいたり、ベルトをきっちりつけてですね、ビジネスで、シャツを合わせていただいたりっていう着方もできる、そういうデザインに今回なってます。この辺が一番変わったところですかね。で、ポケットはバックポケット、こちら、右の方にこのまたパッチポケットがついてます。で、シルエットがですね、私が今日、これ、ネイビーを着てるんですけれども、ちょっと暗くてあんまり見えづらいですかね。これ、私が170センチの40、これ8サイズ上下着てます。で、非常に、ちょっとこれ、パンツのシルエットが、ネイビーがちょっと分かりづらいですかね。シルエットがね、すごく綺麗なんで、で、この G0 のシリーズって、やっぱりこのパンツを履かれた時に、非常に皆さん驚かれて、今まで、こう、やっぱりニットのね、素材のパンツなので、履き心地が非常にいいということで、これもリピートされる方が非常にいらっしゃいます。こういう形でですね。非常に、これ、まあ、テーパードのシルエットで、まあ、腰回りは、ゆったりしてるんですけども、膝下からテーパードになっているので、非常にシルエットも、綺麗なシルエットです。で、むちゃくちゃ、心地いいので、はい、非常に、その辺がやっぱりね、デスクワークもそうですけれども、家でね、こういう形で、テレワークとか、そういったところでも、活用していただける商品になってますので、それがすごく人気です。で、今回こちらのモデルの方は、このグレージュのような、ちょっと渋めのベージュですね、ベージュグレーみたいな。そのお色と、あとネイビー。このネイビーも非常にご要望があったお色で、今回、前回黒をやってたんですけども、ちょっと夏らしくネイビーをやってます。ちょっとこれカメラで、明るく映しちゃってますけども、まあ、これなんかは本当に、ビジネスからね、カジュアルまで、まあ、こういう形で、まあ、あえて、シャツにタイを今回合わせてますけども、きっちりとね、こういう襟型とかもしてるので、で、ベルトループもついてますのでね、ビジネスにも使っていただけて、あとこういう形でカジュアルにも、カット層にね、合わせていただいて、今日私着てますけども、こんな感じで、オン、オフ、兼用で、まさしくこのネイビーとかは使ってもらえるんじゃないかなと思います。
はい、この2色展開ですね。で、これで、これも頑張りました。今回お値段の方、ジャケット、パンツともに各6800円ですので、上下で 13,600 円、プラス税となっております。で、これはもう、直営店、ウェブショップ限定の、アイテムになっておりまして、かなり今回、秋冬に比べて、生産数かなり、絞ってます。たくさん作ってないので、アクエフに比べてですね。で、この2色展開ですので、皆さん早めにゲットしていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。これのめちゃくちゃ軽くて、長い間着れますのでね、かなりおすすめです。はい。これが、まず一つ目の、生地の G0 ですね。で、今回、もう一つ生地使ってる G0 をやってまして、こちらが、どうですかね、従来の、モデルに、まあ、少しその素材感であるとかのデザイン性を持たせた、上位ランクのものですね。それをやってます。で、それがこの茶色。この茶色がね、めちゃくちゃいい色なんですけども、こういう形で、茶色が本当に上品なお色です。茶色と、あとこういうブラックですね。の2色展開です。で、生地の方が、総針編みと言いまして、総ゴム編みとも言いますけども、結構この目の詰まったね、編み方をしたニットジャージの生地なんですけれども、非常にどうですかね、表面が、まあ、肉感がある感じなんですけれども、まあ夏のポリエステルの素材なので軽いタッチなんですけども、結構しっかりした生地感になってます。こちらの生地に比べたら肉感がある感じですね。ただこの表面感っていうのが、こういう総針編みなので、でちょっとフラットな感じなのでね、非常に滑らかで柔らかい、生地感になってます。これもすごくいい生地なんで。はい。で、こちらの方が結構デザイン性のところで、結構どうですかね。いろんなところにこのニット生地特有のその、デザインを施してます。で、基本先ほどの商品と、シルエットとかデザインは同じなんですが、この辺の、ところですね。メッシュ編みでこう、編みをこう切り替えて、こういう胸のポケットのところをこう表現してる。まあ、これポケットじゃないんですけども、こういうデザインが網を切り替えて入れてます。とか、あとこういうですね、パッチポケットも、こういうメッシュ編みにして、まあ、こっからこうメッシュ編みに切り替えてるんですけどもね。メッシュ編みにしてたりとか。で、あとまあこういう袖の部分ですね。にもこういう針抜きでこういうラインを入れたりとか。これパンツも同様に、パンツはポケットの部分がメッシュ編みで切り替わってたりであるとかですね。こういうポケットのこの裏内のところがメッシュ編みになってたりとか、あとここのラインですね。これも針抜きでこういう、プリーズラインを入れてたりとかですね。こういうちょっとデザイン性をちょっと持たせたような、そういう作りになってます。この辺が特徴ですね。で、こちらが、ブラックなんですけれども、一応これね、モデルさんにはもうこういう形で、バミューダパンツを合わせて、今回撮影したりしてたんですけども、一応これ、ジャケットとパンツ、このロングパンツですね、それに、こういうバミューダパンツもこれ同じ総針の素材でやってるので、まあ、ジャケットとバミューダパンツのこういう合わせ方もできる、そういう、商品構成になってます。で、これはもう、この内側のポロも、こういう総針の編みのポロをやってまして、まあ、これもこういうね、メッシュでこう切り替えが入ってるデザインなので、こういうまあ、全部黒でまとめたですね、デザイン的にもこういうメッシュでこう、
リンクさせたような、そういう面白い、着方もできたりします。で、これがちょっとね、やっぱり平面ではお伝えしづらいので、こういう感じですね。これが、まあ、この辺こう切り替わってたりとか、こういうラベルの部分とかも、こういうちょっとデザインが入ってたりとかですね。こういう形で。で、ここのプリーツラインも、こういう張り抜きでこうデザインされてたり。で、あと、バックの部分ですね。背中の部分も、この辺からまた、ラインがこう入ってる感じですね。こう。こういう形で。まあ、これ、まあ、こういうのがね、ちょっと、編み地でこう、切り替えを入れれるのがニット特有ですので、そういった手法で結構デザインを入れてます。で、パンツはこういう形で、ポケットがメッシュになってて、で、これも細かいんですけど、ジャケットの、この裾の部分ですね、ここもこういうメッシュでこう、ラインを入れてます。こういう形でですね。はい、そういうちょっと、まあ、これ、袖の部分ですけども、この辺からこう、網で切り替えてる感じですね。はい。なんで、非常にどうですかね、ニット特有の面白いデザインが入った、ジャケットとパンツになってますので、で、非常に着心地もいいです。はい。で、こちらの方が、ジャケットが1万2000円で、パンツが1万1000円ですね。上下で、2万3000円プラス税となっております。はい。そんな感じでございます。ちょっとね、まだ、入荷したての商品なんですけれども、これウェブの方では昨日ですかね、昨日から商品、販売開始してまして、早速、たくさんの方、ご購入いただいております。特に今このネイビーが人気ですね。やっぱりネイビー待ってはった方が結構いらっしゃったんで、この秋冬でね、この G0 のその気持ちよさというのを、知っていただいた方は、かなり問い合わせもいただいてまして、早く来たいという、こちらのねショールームの方にも予約をしていただいている方とかもいらっしゃいますので、はい。なのでちょっとね、この辺も一度こう履いていただくと、非常にこの心地よさというか、そういうのがこの特にこのパンツですね、パンツがすごく綺麗なので、一度こう履いていただきたいですね、本当に。はい。そんな感じでございます。皆さん何かご質問等はありますでしょうか？これもちろんね、もう一枚仕立てなので、これちょっと裏地を見せてなかったですよね。こういう形で、一枚仕立ての本当にさらっとした生地ですので、このカノコ編みのね、これなんか本当に長い間、これから、今ね、仕込んでおくと、夏中多分、活躍すると思います。これ上下単体でもね、素材自体が、顔立ちする素材なので、単体でも全然使ってもらえますので。はい。で、こっちの、総張りの生地も、この私はこのデザインが非常に好きなんで、であとこの生地感ですね、結構こうしっかりとした、高級感のある生地感ですので、いろんなシーンでね本当に使っていただけます。でこの辺は全部ジャケットもパンツも、ウォッシャブルで ご家庭でね洗濯いただけますので、はい、そんな感じでございます。かっこいいです。ありがとうございます。いつもすいません。ありがとうございます。
この辺はね、本当にいろんなね、シーンでこう使ってもらえますので、本当におすすめです。ありがとうございます。はい。他は大丈夫でしょうか。ちょっと、また繰り返しになるんですけども、こちらがですね、大阪の内本町に、ショールームがございまして、最寄りの駅が栄筋本町。使いやすそうですね。あ、ありがとうございます。使いやすいです。ぜひ、店頭で、ご試着ください。ありがとうございます。あれですね、名古屋の方ですよね。ありがとうございます。いつも見ていただきまして。で、この辺の商品が、かなり、在庫数がね、今回、夏は少ないので、ぜひお早めにお試しいただけましたらと思いますので、はい、ありがとうございます。で、栄筋本町が、谷町4丁目ですね、大阪の方の、このショールームの、最寄りの駅がですね、大野さんとこう行ってきます。ありがとうございます。炎マークで。ありがとうございます。なんで、そうですね。名古屋はね、サローネ・ジェンティーレさんという中区の方に店舗さんがございまして、そちらでも、ご試着いただけますし、で、あとですね、大阪は、内本町ですね。そちらにオフィスがありまして、そちらでも、ご試着とご試着、ご購入までいただけます。で、あと東京の方がね、今本当にね、東京の方が、この告知をさせていただいてるんですけども、問い合わせたくさんの方いただいてまして、ありがとうございます。ちょっとまだね、オープンが、準備がちょっとまだ整っておりませんで、もう整い次第ですね、こちらでも、告知をさせていただきますので、ありがとうございます。その東京と大阪と名古屋の3箇所で、ご試着できますのでありがとうございます。で、あと大阪の梅田の阪神百貨店ですね。こちらの方でも、Gステージ常時取り扱っておりますので、今ちょっとね商品が、徐々に倉庫に入ってきている状況ですので、なかなか店頭に並ぶまでですね、結構タイムラグがあるかと思いますので、ちょっとまた店頭に行かれるときはね、お目当ての商品とかございましたら、事前に、ご確認いただけましたらと思います。このショールーミングサービスは事前アポイント制となっておりますので、事前に、ご連絡いただきまして、この商品、このサイズ、このお色と言っていただけましたらですね、ご用意してご試着いただけますので、はい。ありがとうございます。たくさんの方見ていただきまして。ちょっと今日もね、もうこの辺の G0 の問い合わせっていうのはたくさんいただいておりましたので、まあその辺の入荷報告というか、そういうのと合わせてですね、商品紹介、今回させていただきました。ありがとうございます。はい。他は、何か、ご質問等はございますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。ですので、ちょっとこのね、ニットのセットアップっていうのは本当に、まだ、ご着用ね、したことがないという方いらっしゃいました。一度本当にこのパンツなんかね、すごく、心地よくて、むちゃくちゃ楽なんで、ぜひ一度お試しいただけましたらと思います。はい。で、今日のこの、YouTube の配信も、公式の、G ステージの YouTube チャンネルの方でですね、アーカイブ配信をさせていただきますので、商品の詳細はそちらの概要欄の方にですね、リンクを貼っておりますので、そちらで、ご確認いただけましたらと思います。はい。他は、よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。はい。今日もちょっと突然のちょっと配信だったんですけども、ありがとうございます。皆さんも見ていただきまして。
はい、ちょっとまたこれからね、夏物どんどんと、上がってまいりますのでね、こちらでも、また、商品ちょっと詳しくねさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。蚊は大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。では今日はこの辺で失礼させていただきます。ありがとうございます。ぜひちょっとまたショールーミングサービスの方とかもご利用いただけましたらと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わらせていただきます。Thank you.